で、その今回開発室に来てますが、はい。開発室ということは、とは。何か新しいものがそうですね。出来上がってきたと。そう、はい。お！出来上がってきました。まあ、この今、ここに見えてますけど、見えてますけど、まさかの、まさかの。初公開ですよね。初公開。出た！ゲロンディのドライバードライバー。DX001。はい。見た目めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。ちょっとこう、はまあ、ドライバーだけ黒いんですけど、い。はい。で、ちょっと、スポーティーっぽく、強そうっぽく。いいですか？ちょっと見て。はい。すごい。今回初めてはい。カチャカチャ機能お！調整機と能を、うとうやりましたつけね。ました。どういうことができる感じですか？ロロフフトト。と、はい。あと、雷格。あ、雷格も調整できるんはい。ですね。で、これ、HT ヘッドはは、い。10.5度はい。これなんですは、か？ヘッドの種類は何種類ある感じですか？HT とはい。LT。LT。はい。LT をちょっと。はい。見た目も、マット調。トップのクラウンから、ここまで。マット。そして、これは、イエローですか、これ。ネオン、グリイエーン。ロー、グリーン、グイエリーンっぽいですロー、よね。の、ちょっと蛍光っぽい僕の感好じみでの。す。ネオングリーンは、僕の好みです。この LT と HT。HT。はい。これは LT はどういう感じですか？ LT はもう、単純にロフトです。ロフトの差でしかないんですけど、LT は基本7度です。ちょっとおかしいこと聞いて。7 7度、度。はい。7度のプラスマイナス1度ずつできるんで、6、7、8っていうロフト設定。普通ドライバーって、は普通のこうメーカーであるのって大体9度ぐらいじゃないですか。い。8度ぐらいいったら、はい。はい。なんか海外の US モデルみたいなので、はい。はい。なんか外国人の方がなんかむちゃくちゃパワーあるから、なんかロフト立てますっていうのたまにありますけど、もう7度。最高6度までマイナスでといきうる。か6度までできるはい。そうですね。相当だから、まあ、ハードヒッターまでにもできます。僕はあの的じゃなくて、あの下に来そうなくらいな感じですけど。HT の方ははい。10.5なので、あ、なるほど。これはスタンダードの。9.5、10.5、11.5。なるほただ、まあ、ど。一般的にはこちらの方がやっぱりメインになるとは思うんですけど、で、ちなみに雷格は何度ぐらい変えられるんですか？雷格は、1度かな？はい。一度フラット。フラット、そうですね。プラス。プラスと、まあ、そうですね。基準から1度フラット。と、できると。はい。おー、なるほど。ただ、で、フラットできるのは、基準の、ロフトなので、7度の時は、まあ、フラットにもできますよっていう。これが10.5の時は、フラットにできますよ。それは、なロフるほトど。変えた時は、雷格はいじれないんですけど。へー、なるほど。基準のロフトの時場合だけは、できるという。はい。なるほど。はい。そして、ウェイト。はい。これも初ですか？ウェイトつけてるモデルはあったんですけど、こういうふうに、後からこう変えられる機能、簡単に変えられるっていう状態にしたのセが、ルこフれがで。初めて。はい。これの一番の特徴は、今、重さがこれ入ってますけど、重さ的には、ネジが、まあ、いろんな種類があって、一番軽いやつをつけると、最軽量だと 180g ぐらいにできるんですよ。それって相当軽いですよね。もうめちゃくちゃ軽いです。まあ、一般的に売られてるヘッドが 200g 以上あるので、それに比べて180だから 20g 軽い。もうレディースでもいけるって感じですか？かなり限界の軽さです。その限界の軽さにできるっはい。ていうことは、ここを長くできるってことですか？そうですね。そういうことですよね。はい。なるほど。で、14ってずっと長尺を進めてきて、長尺のメリットっていうのはやっぱ長くすることでヘッドスピードを上げられるんです。確かに上がるんですけど、そのやっぱ長くなるとクラブ慣性モーメントが大きくなって、すごい振りづらくなるんですよ。その辺のデメリットみたいなのを払拭させるために、もうヘッド重量を軽くして、長くしても振りやすいモデルを作ってみようっていう。逆に、重くするのはどのぐらいまで重くできるんですか？まあ、まだ決まってないんですけど、
14、15グラムぐらいまではネジを作ってるので。なるほど。だからまあいろいろ調整して200グラムぐらいまではヘッド重量は上げられる。まあ普通のだから一般的なヘッド重量には、はい、もいける。なるほど。じゃあ、まあ、カスタマイズ性がすごいだからあります。高いですよね、はい、幅が広い、はい、じゃあいろんなターゲットの方にこう使っていただけるヘッドになると思うんですが、はい、最初に HT、はいはい、こちらは、HT、ここはやっぱアベレージゴルファーとか。まあでもあのアスリート系の方でもそんなにすごいスピンがかかる構造にはなってないので、うんうん、あのいけると思います。だいたいこうメーカーさんってこっちの方が優しいとか歌ってるわけじゃないですけど、うんはい、そういうふうにありますけど、はいはい、これはもうあくまでもロフトが自分の好みにどこに来るかぐらいの感じですよね。でそれを判断する基準が、はい、あの入射角だいたいアタックアングルとかそういう数値で出てくるんですけど、はいうん、やっぱダウンブローの方は、うん、スイングタイプがダウンブローの方はロフト多めの方がやっぱ HT みたいな感じの方がやっぱ球上げやすくていいし、僕みたいな、はい、ダウンブローが強い、はいではい、あのアッパーブローでも打つ方いらっしゃるんですよね、はい、でそういう方はやっぱロフト少ない方が球が逆に上がりすぎないの で、 うんでそのスイングってヘッドスピードがヘッドスピードでそのロフトじゃなくアッパーブローでもヘッドスピード少ない人もいるわけですよ、はい、うそういう人はあのヘッドスピード少ないけどロフト立ってるやつも使えたりするので。なるほど。単純にヘッドスピードが速いからロフト立ってるやつ、うん、そうですよね、多いですよね、うん、遅いからロフト寝てるやつ、うん、じゃなく、うん、スイングタイプで選んでもらいたいという意味で2つロフトを作って。なるほど。でウェイトでいろいろな重さも変えられるし、はいね、っていうことイコールシャフトをいろいろなものに合わせられるってことですよね。そうですね。本当にあのいろんな方に向けて使っていただけるドライバーヘッドになってる感じですね、はい、やっぱり長さが、うんうん、ちょっとでも長い方がやっぱヘッドスピードって上がるって、うん、飛距離が出る可能性がもう格段に上がるんですよ、うんうん、だからやっぱり今お使いのモデルよりも本当もう何ミリでもいいから長いものを使って、うんうん、でその時に重く感じてしまうんでそれを軽くできる調整できるヘッドになってるんで。いやこれすごいすごいと思う。池田さんすごいと思う。これはすごい。シャフト、これもオリジナルのシャフトですか？これオリジナルです。おー、はい、見た目かっこいい。FT50D、50グラム台ですね。はい、50グラム台と、はい、40グラム台、はいはい、の2つ用意する予定で進めてます。はい、僕ちょっと早速打ってみたいんですけど、はいはい、まあ、自分の好みをちょっと見つけるぐらいな気持ちでいろいろ打たせていただいて、ねうんはい、と試しって感じで、うん、短いのからいくか長いのからいくかそれとも真ん中からいくか。真ん中からいきましょう。じゃあ真ん中、はい、これこれ真ん中です、はい、これが 46.75 なんで、はい、長一応基準で 45.75、まあ、多分これが一般的な 今の最近のドライバーの長さと思うんですけど、はい、そうですね 45.75、はい、で 46.75、はい、47.75 の最長長さ、もうギリギリまで、はい、じゃあ真ん中の 46.75 インチの 50g 台、そしてヘッドが HT、 こちらの方を打ってみたいと思います。これカチャカチャもノーマルな状態ですか、ね、ノーマルです。全部ノーマル、はい、はい、いや、いい顔してるな。これで 460cc ですか？はい。へぇー。ちょっと見ます。ほほ。ミスショットです。なるほど。もう、次当たると思います。スピン量が結構、多いですね、多くて、はい、高さが50いってるんでめっちゃちょっと高い。使ってるともう天ぷら半分天ぷらに近い感じのちょっとロフトがこれが、今ロフトが 10.5、はい、ちょっと捕まりてるけど、ね、高さとかはいい。30でちょうどいいですね、はい、トータル 251.8。 ちょっと今低く打とうかなっていうイメージは出したんですけど、ちょっと変えてみます。はい、長いっす。
短いの売ってみる？短いの売ってないです。短いの今度のヘッドは HT のヘッドに、長さが 45.75 インチ。そして 50g 台のシャフトです。ああ、なるほど。はい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 。うん、ナイス。でも飛び始めてますね。うん、257。おおほほほほほ。ちょっと左。ちょっとフラットにしてみましょうか。はい。そうなんですよ。ちょっと僕、来角が気になってました。あ、もう前回の、はい。エピックとシムで、はい。カチャカチャやったんで、だいぶ慣れましたよ。練習しましたから。皆さん、成長しましたね。成長しました。あ、全然顔が違う。うん。これ一度フラット。これいい。ほほほ、やっぱさっき左は抑えられてますね、はい、逆にいつもフェードの結構捕まりやすいですか、このヘッド。捕まりやすいですですよね。なんか見た目から言うとなんか結構シャープな感じするから、はい、捕まえなきゃっていう感じしちゃうんですけど、はいはいはい、優しさ結構ありますね。そうですね。うん、これどうだ。はい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 、 269.1。ちょっと見た目的に構えた時に少しこうハードかなっていう感じはしたんですよ。多分色の感じだと思うんですけど、でも優しいじゃないですか実際は。意外と優しいです。そう、はい、見た目以上に優しいから。そうですね、一生懸命捕まえなくても捕まんだなと思って今打ってみたらすごいちょうど良かったです。これが今 10.5 5、はい、これちょっとロフトって立てるとフラットはなくなっちゃうんですよね。そう、フラットはなくなっちゃうんですよね。でもまあちょっと一応一回打ってみて、はい、ああ今のちょっとミスだったんですけど良かったですね。うん、でも261。あれロフト、僕もともとロフトが11度ぐらいまでないと、うん、安心感がなかったんですよ、はい、これヘッドボール上がりやすいですよね。球上がりやすいです。ですよね、はい、僕多分今9度ぐらいですよね。今 9.5、 9.5、うん、9.5 って僕ライナーしか飛ぶイメージないですもん。高さも全然ちょうどいいぐらいですよね。30ヤードいってるんで。あれ適正ですね。これすごい捕まるしボールも上げやすいってめちゃくちゃ見た目と正反対ギャップがあると。ギャップがありすぎるなんか、はい、あーちょっとこれ引っ掛けた。でも飛んでるな、うん、これ。え、池田さんちょっとまた変えてもいいですかこれ、はい、全体重量がもうちょっとこう重くなったら、はい、これ今のこの9度はありな気がするんですけど、じゃあシャフト行ってみますか。球の高さで言うと、はい、結構ちょっと上がりやすいヘッドなんで、はい、僕、今販売してる518っていうドライバーの9度使ってたんですけど、はい、これだとLT の7度でも普通に打てちゃうんですよね、はい、え、じゃあ僕もしかしてその LT の方本当に良かったりする可能性があるってことですよね。そう、そうですよね。 63g。 あーでもしっかりした、はい、急に。これも14さんのオリジナルシャフトですか？これそうです。昔からうちで作ったやつですね。はいはい。ほほほほ。やっぱ捕まらない。それでも軽いですか？今度は捕まらないかなと思って一生懸命返してました。あ、ちょっと打ち方普段通りにします。どうでしょう。ほうほうほう。ちょっと上がりすぎたな。ボール高いですか。高い。じゃあこれあっちのヘッドにしてみましょうか。 LT の方。 LT の方、はい。さすがにプラス1にしとこう。プラス1だと8度。8度。8
8度とか僕振ったことないです、今度は LT のヘッドに、プラス1ロフトをちょっと寝かしてる感じですよね。8度、そう8度になる、はい、はい、8度。そして 60g 内のシャフトです。お、あれってかめちゃくちゃ球上がってますね。球上がってますね。方向性は出てきたけど、うん、あ、これはいいですね、はい、251、30。これディオさん、はい、思い切って一番逆にマイナス打ってもいいですか。はい、6度ですか。6度、未知の世界で。なんかこういうのでも、まあ、全てのゴルファーにベストな14本って言ってるんで、はい、やっぱりいろいろ合わせてあげられないとダメだなっていうのがあって、はい、やっぱそれでこうや考えたんですよね。これでも本当にいろんな方に使っていただけるというか、はい、幅が本当広いですね。広いと思います。これが LT、 もともとが7度、そこからマイナス1度なんで6度。そして 60g 台のシャフトです。これがもう今ある状態の一番ロフトが立ってる状態ですね。立ってる。お、飛んでる。お、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 うん、いい数字が出ちゃった。飛んでる。あ、え、でも6度ですよね高くないですか。高いです。すごいしっかり上がってますね。すごくいいフェードじゃないですか。はい。あれ、これ僕え、ちょっと今あれですか、上っ面の方に当たりましたかね。ここに当たってますね。ちょっと上っ面ですよね、はいはい、だからやっぱ高く上がっちゃったんですもん。おー、今良さそう。おー、はい、おー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 、262。普通に打ててますね、これ。打ててますねていうかどちらかというとこれが一番調子いいかもなるほど。いや、これはあれですね、あの普段通りというか、いつも自分がこうだからって、はい、こうって決めつけない方がいいかもしれないですね。そうですね。試してやっぱり、うん、あの自分に合わせたものを見つけていかないと、はい、うん、ちょっと今までの企画のものとはちょっと全然違うんで、うん、なるほど、はい、ちょっと最後の最後に1回だけでいいですか、はい、HT で、はい、マイナス1度フラットで、あの、来角後。はい。で、70g 台のシャフトって打てますか？あ、ありますよ。ちょっと待って。持ってきます。これね、正直、本気で選びに来たよ、僕。もう 70g 台の多分シャフトで、フラットで、これドンピシャで組んじゃねえかと、僕は思っております。あの、シダ企画じゃなく、本気選び企画になりました。これすごい、本当に。